もんかしゃ。高校時代はラジオ DJ に憧れていた志田圭です。滑舌悪すぎて本気では目指しませんでしたけどね。いや、いいですね。趣味で何かを発信できる時代って。11月20日、今日は XJAPAN の YOSHIKI さんの誕生日だそうです。わしまた昔太鼓の達人で紅の鬼とかよくやってましたね。バンダイナムコ。いや、今日やるのはコナミなんですが。そのわけで今日はビートマニア 2DX ではない俗に言う5件って呼ばれる方の、ファイナルをやっていきます。まあやるのはあの曲ですよね。今日にぴったりな曲、題して20th November。Breakdown。最初はノーマルをちょっと一回黙ってやりたいと思います。ロード長いな。まあ、1個パー出してるゲロ。244なんで、フルコンですかね、一応は。まあ、5件慣れてない割には。保険は何回かやったことあるんですが、黒剣全押しで難易度変わるの今回初めて知りましたね。そのわけでハードです。この 20th November は初代ビートマニアの最難関曲らしくて、当時からのプレイヤーに高い人気を得ている楽曲です。タイトルはこの曲の作曲者であり、初代ビートマニアの企画制作に携わった DJ ナグレオさん、ナグモレオさんの誕生日、11月20日から名付けられているそうです。現行機種では収録されてないんですが、毎年この日は音ゲーマーが音ゲーの親である死を祝うために家庭用を引っ張り出したり、アーケードの旧筐体なんかを探し出してプレイすることが多いらしいです。
わしは音芸歴11年と中途半端で、ビーマニアもっと少ないから、実はそんなに馴染んないんやけどね。まあ、先人へのリスペクトはするべきだと思うし、なぜ、やっぱ曲がいいよね。出た。なんか人気なのもわかる。単にボス曲とかそういう日付とかそんなだけじゃなくて、昔はこういうタイプの曲聴かなかったけど、やっぱり音ゲーやってると結構聴く音楽の幅も広がりますよね。まあ、思ったよりは。最後にハードミックスのアナザーをやります。ちょっと語圏にわかなんで、なんか、思った以上にこの曲バリエーションが多かったみたいです。どうせならもっと他のバージョンも撮ったらよかったな。おやっぱむずいな、あなたは。このバージョン、あれやね。語圏のベスト版みたいな、あの、ベスト着てるジャケットのやつ。あれに入ってたね、これ。聞いたことあるわ。まあ、なんとか、あ、まだやった。26th November。おめでとう！なわけでね、今年は本当いろいろありましたけど、まあ、音ゲーという文化が今日まで続いてくれてることに本当に感謝します。じゃあもう今日はエンディングで締めようかな。